梨本徳彦十一11月19日から2007年2月7日は日本の海軍軍人、皇族、家族。以下は十四位。君党は君位等、爵位は白尺。最終階級は海軍大位。お印ししは法王。梨本家前当主。皇族時代は徳彦王と言い,い、親戚降下後に梨本も子いつの養子となるまでは立つた徳彦という。 1922年11月19日、国宮家の高尾と静子妃の第三王子として生まれる。京都府立京都第一中学校を経て、1942年、海軍兵学校を卒業。同期には野村実な,るなど、同年11月に貴族院皇族議員となる。1943年4月2日、君一等局実党課大受賞を受賞。 同年6月に、旧皇室天板増保第一条に基づき、本人の上官により、一時金を貯まって、親戚降下し、竜田伯爵家を創設する。これに伴い、貴族院皇族議員を失職した。昭和天皇より賜った竜田の加盟は、大見国の国の宮家丘陵地にある竜田神社にちなんだものとされる。1945年4月22日に、 国のみや浅明を第一女子の雅子女王と結婚する。終戦時は海軍隊員であった。戦後は松下電気産業、東京丸物などに勤務し、松下電気時代にはニュース映画で働く貴族と題して紹介された。ただし、旧皇族の肩書きを利用されることもあって不快だったという。1966年に、 夫婦揃って、梨本の宮森正夫婦であった、梨本逸子の養子となって、妻子を継承する。名夫婦が梨本家の後継者となったことに、高淳皇后は、大変喜んだという。しかし、妻の政子とは1980年に朝廷離婚した。その後、同居していた愛人も病で倒れ、一人暮らしとなる。晩年には、自らのお印に由来する、 法王会の総裁となったが、金銭管理に関わるトラブルに巻き込まれていた。2002年11月、皇族と血縁関係のない神林隆夫養子に迎える。なお、長男の立田徳久は、両親の離婚後は徳彦と疎遠になったため、どのような経緯で養子縁組に至ったかはわからないと語っている。2007年2月7日、死去。84歳没。 テレビ番組、驚きもものき20世紀の東国の宮都市飛を取り上げた番組に出演したことがある。徳彦に関するカテゴリー、立田徳彦に関するカテゴリー、ありがとうございます。